ようこそ入駒慎吾の無痛分娩大学院へ今日は図表でわかるプラクティスガイドの著者解説第七弾チャプター7無痛分娩の成功とはについて解説したいと思いますはい。まずですねその前に無痛分娩の本質ね、本質、口膜外無痛分娩の本質について一、えー、枚スライドを見せますはい見えますか 無痛分娩の本質、ミクロ的にはカテーテルマネジメントマクロ的にはダイバーシティマネジメント、ね、えカテーテルの良し悪しを、えー、どういう方法で、えー、見極めていくかということは、えー、この YouTube で、えー、説明していきます無痛分娩大学院で説明していきますが実はもう一方でこのダイバーシティマネジメント カテーテルのマネジメントではないマネジメント、これどういう意味かというと、いろんな職種の方が無痛分娩に関わる、特に総合病院ですね。そうした場合に、その過と過のえゴール、一つのゴールに向かってえ一緒に共に進んでいかないと、過の部分最適のことばかり言っても前に進みません。ね。 よく「無痛分娩総合病院」で立ち上げたいんだけど「何々の反発に合います」とか「誰々が協力してくれません」というようなことをよく耳にするんですけれどもこれはダイバーシティマネジジメントトといいう感覚でその無痛分娩立ち上げプロジェクトに接してないから起こります、ね、この詳しい話は、えー、この「無痛分娩大学院」ではもうここまでにするんですけども。えー エビデンスがあれば前に進みますっていうのはそのカテーテルマネジメント自分の影響が及ぶ範囲ないだけの話であるという認識でまずいてくださいよろしいでしょうかこれが無痛分娩の本質になりますはいで次にですねもう早速無痛分娩の成功とはもうこれはい一言でこの硬膜外無痛分娩で PCA 装置を使うという前提においては もう硬膜肺カテーテルの信頼性が高いかどうかだけです、1ポイント、ね、これ、つまり、えー、さっき言いましたカテーテルマネージメント、このカテーテルが非常にいい場所に入っている、硬膜肺カテーテルが非常にいい場所に入っているということがもう認められれば、実際いい場所に入っていれば、どうですか、経験された方、もう何もしなくても、無痛分娩の麻酔のところは何もしなくてもいい無痛分娩になりません 全然痛くないし、分娩も普通に進むし、患者さん満足だし、お薬の量も少なくて済むし、っていうことを経験しませんかつまり、細かいカテーテルの先端がどこにあるかが一番大事なんです。で、そのどこにあるかを確かめていくというのが、医療従事者のお仕事になります。もっと突き詰めて言うと、いいカテーテルだったらまあそのままでいいでしょう。だからダメなカテーテルをいち早く見つけて、それをもう入れ替える。 で入れ替えるるなり他の方法を取るというのが何よりも重要になってきますいいですか皆さんが恐れているもしくは心配している、えー、無痛分娩の怖い部分怖いただ怖いじゃなくて何が怖いのかねはっきり言いましょう、えー、知的合併症が怖いですまずはそうしますと知的合併症というのは全脊髄くも膜下麻酔と局所麻酔薬中毒ですよねでこの2つはどうやって起こる起こるかというとはい 全脊髄くも膜下麻酔は、えー、カテーテルのくも膜下メニューですねで局所麻酔薬中毒はカテーテルの血管内メニューもしくは大量の局所麻酔薬が硬膜外腔に投与されまくったというような時に起こりますつまりですねカテーテルがいいよという状態がない限りいろんなトラブルが起こるということですつまり カテーテルが雲間角に入っていれば雲間角メニューですよね。その時は、えー、すぐに痛みが取れて普通の無痛分娩ではない状態。患者さんも、えー、ちょっと足が動きませんなどと言って普通のいい無痛分分娩じゃない状態にいきなりなっちゃうね。次に血管内メニューをして局所麻酔薬中毒になる場合は血管の中にお薬が入ります。局所麻酔薬が入りませんので一切効きません。痛すぎます。 ね前第二章チャプター2でも言いましたように両極端の経過をたどる無痛分娩になりますそうするとそれカテーテル信頼できないんですね最初の段階でそうするとえカテーテルの信頼ができるカテーテルというのはそういった名乳ではないカテーテルということになりますでもう一個 ああの中途半端なカテーテールありますよね。たくさんお薬入れるとまあ、なんとなく効くみたいなこういったカテーテルを使い続けると先ほど局所麻酔薬中毒のもう一個の理由血管内メニューではない理由大量の局所麻酔薬が硬膜外来に投与されることによって起こる自発型とも言われますけどこういった局所麻酔薬中毒になってしまうのでいいカテーテルであれば当然患者さん痛くないしね もちろん、メニューではありませんし、大量投与にもなりませんから、安全性も高まるということで、それこそが、えー、成功ということになります、ね。つまりですね、結局は無痛分娩、はい。カテーテルマネジメント、非常に重要ということになります。あっさり、えー、話してしまうと、こういうことなんですが、これを細かく。えー 話していくのが今後のこのシリーズになってきます。はい、内容がいいと思ったら高評価ボタンお願いします。またチャンネル登録もぜひお願いします。じゃあまた。